私もお子さんはやっぱり定番で人気アイテムになってますよね。はい、毎年大人気なので、今年もぜひ履きたいアイテムです。お子さんはスポーツサンダルのことにして、スニーカーに使われるソールをサンダルに使用した、とても履きやすいカジュアルなサンダルをお子さんと呼んでおります。皆さん、スポサンってどうやって合わせたらいいか分かんないって方も多いと思うので、皆さんに新別でスポサンのコーディネートを紹介してもらいたいと思います。頑張ります。私のおすすめはこちらの7センチヒールのスポーツサンダルです。スポーツサンダルってどうしてもカジュアルなイメージになると思うんですけれども、7センチあると女性らしさも出てきますし、あとスタイルアップも叶えてくれるのでおすすめポイントです。ソールの部分のクッションもふかふかですし、あと足首のベルトの部分にもクッションが入っているので、そうなんですよ。とっても足当たりが柔らかくなっております。確かに。私はこちらの小花柄のカシュクールのワンピースでフェミニンに合わせてみました。小花柄のワンピースだとやっぱりフェミニンに合わせたいので、いつもだったらリボンのサンダルとかで合わせることが多いんですが、ちょっと今年はカジュアルダウンして抜け感を出したいなと思っております。どうしても7センチヒールあると、ピンヒールとかだと疲れやすかったりするんですけれども、こちらは安定感のあるソールを使用しているので、長時間歩く時でも安心して履けるのでおすすめポイントです。私は結構春夏はバーベキューが大好きなので、このスポサンでバーベキューに行きたいと思います。やっぱりこちらのスポーツサンダルは履き心地がかなりいいので、結構バーベキュー動き回ったりもしますし、あとはスポーティーな印象になるので、すごくおすすめのアイテムです。カジュアルすぎず、程よくこの同色のスタッツがついてることによって、ちょっとピリッとスパイスを与えてくれるような、軽口にも振ってくれるので、綺麗めカジュアルがお好きな方におすすめです。今までは結構こういうアウトドアの時ってスニーカーを履いたりすることが多かったんですけど、やっぱり春夏ってこういったスポサンの方が抜け感も出ますし、よりこう動きやすい、脱ぎ履きがしやすいので、今回はスポサンの方が可愛いかなと思って編んでました。ソールのちょっとボリューム感だったりとか、このアッパーのベルトデザインで足元にちょっとボリューム感が出るので、短い丈のものを合わせてもすごくバランスが取りやすくなっております。素材がちょっとマットな質感なので、こうツヤツヤっと浮きすぎず肌なじみもいいお色味になっているので、白でも抵抗なく描いていただけると思います。私はですね、お仕事用の通勤スタイルでということで、こちらのスポーツサンダルを選びました。カジュアルで取り入れづらいなって方にも、フェミニン派、きれいめ派にも取り入れやすい、ナディーなサンダルになっております。今日はですね、ちょっとお仕事用ということで、かっちりめのジャケットと、あとキャミソールのワンピースでコーディネートしてみました。全体をちょっとシックにまとめてみたんですけども、パンプスですとやっぱりこの、ザ・オフィスカジュアルっていう雰囲気になるかと思うんですけども、今年はですね、ぜひきれいめのスタイリングにこういったスポーツサンダルを合わせていただくっていうのがおすすめです。いつもの私だったらこういったちょっと華奢なミュールをいつも夏は合わせてるんですけども、ありがとうございます。今回はですね、こちらのスポーツサンダル挑戦してみました。やっぱりスポーティーさが出るとちょっと程よくカジュアルダウンしてで今っぽくも履いていただけるので、フェミニン派とかきれいめ派にもぜひ挑戦していただきやすいスポーツサンダルです。私はこのナローストラップのストリングサンダルを選びました。ちょっと細めのストラップでかなり華奢には見えるんですけれど、しっかりホールドするようにこのストラップの位置ですとかデザインも、もうかなり計算されてこだわったデザインになっているので、安心して履いていただけると思います。しっかり足をホールドしてくれるんで、そういった自転車とかたくさん歩いたりとかアクティブな方には絶対いいですよね。このサンダルってソールにもこだわりありますよね。そうですね、アウトソールなんですけれど、こういったちょっと凹凸がかなりついているので、グリップ力もあるので、本当にそういうアクティブなシーンとかでも安心して履いていただけると思います。いつもだったらデニムにはフラットシューズを合わせることが多いんですけれども、こちらですとちゃんと安定感もあるし、アクティブなシーンも使えるし、でも身長も盛れるっていうのがママにもすごく嬉しいです。スタイルアップしても見えますね。そうですよね。いつものデニムスタイルがちょっとトレンド感もあってスタイルアップも確かに。で、私はちょっといいとこにお出かけに行くのに9センチヒールのスポーツサンダルを選びました。こちらはスポーツサンダルでも本当にエレガントなデザインになってまして、まずこのアッパーのメタリックの箔ですとか、かかとにもこちらのプラスダイヤのロゴの入ったパーツが入ってますので、本当にスポーツサンダルとは思えないような上品な見え方をしてくれると思います。今日は白いブラウスに黒のスティックパンツで、少しきれいめなかっちりめなコーディネートにしてみたんです。普段だとこういうコーディネートだと、ほとんどパンプスを合わせてかっちり履きたいなって感じなんですけども、パンプスだと本当にかっちり見えするんですけども、こちらのスポさんでしたらきれい見えもしますし、やっぱり季節感も出ますよね。あと歩きやすいのでスニーカー感覚で使っていただけると思います。プラスダイヤもらしいならではのスポさんだと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。今日ご紹介した商品ですね、詳細は概要欄に載せておりますので、ぜひチェックしていただきますと嬉しいです。店舗ですとか EC サイトには順次発売になりますので、ぜひ今年の夏はスポーツサンダル挑戦してみてください。ぜひこの動画が参考になった方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではありがとうございました。失礼します。